宮城ひろや少年小4の上履きエピソード。すごすぎる。小学3年生の頃に早くからレギュラーになったことをそねまれたり、貧乏をからかわれたりしたことは何度もありましたが、必要ナイアガラセに悩まされたのは小学3年の頃でした。毎日登校すると上履きが和式便器の中に落とされていたのだ、先生に相談しようかと持ちかけても、大渡るさんは犯人に心当たりがあるからと自分で解決することを望んだ。濡れた靴下の替えを持たせて、心が折れそうになったら教えてねと送り出す長が1年以上も続いた。突き止めた犯人は少年野球のチームメイトだった。謝罪を受け入れ、両親が不仲で一人寂しい食事をしていることを知ったひろやさんは、家のご飯を食べさせてあげたいと頼んできた。テーブルに並んだのはそうめんチャンプルーにチャーハンとわかめ汁。心尽くしの手料理を平らげた2人はかけがえのない友人となった。人生何度目だよこの小4小3でそんな陰湿な嫌がらせするんやね。宮城はいじめられてもこの精神でいるから一流になれたけど、これに切れてるやつは普通に嫌われていじめられてるだけの人生を送ってきたんだろう。今や1億超えプレイヤーやしな、琉球おじさん言われてたのにアイドル投資やし、宮城が子供の頃から栄養ある食事と普通の野球道具使ってプレーしてたらもっとすごい選手になってたやろな。その分反骨精神なくてプロ入りできなかったかもしれんぎ。高校生の時にダルビッシュに褒められて、その日の夜はドキドキして眠れなかったっていう話好き。ガキの頃ってスポーツできるやつが絶対やなかったか。いじりやいじめの対象になんて絶対にならんかったわ。こういう沖縄の成人ヒーローポジションがちょっと前まで山川穂高だったことを考えるとちょっと構えてしまう。宮城って野球の天才やと思うけど、なんで地味なんや。心当たりがあるとかチームメイトでうまい宮城に嫉妬したんでしょう。ご視聴ありがとうございました。